ただ吉田さん、名古屋ベンチからもまだまだここからやという声飛んでますね。そうですか。あのサポーターも一旦こう静まり返ったんですけども、今そ得点を奪われる前以上の声援が飛んでますね。ああそうですか。当然サポーターもこの12試合連続勝ちなし、こういったことを承知しています。さあここはスペースがあります。稲垣中央へシュート決まった。田中3対1大きな大きな追加点、後半32分2点差になりました。さあヴァンフォーレ甲府7試合ぶりの勝利が見えた。大きな大きな追加点。